を有利にしてつけたいと思います。商業の資格って結構いっぱいありますけど、これが欲しいとかっていうのは今の段階で何かありますか？うん、得意な科目と苦手な科目を教えてください。得意な科目は美術で、絵を描くことが好きな科目です、うんうん、苦手な科目は英語で、文法とかが苦手な科目です。文法の何が嫌いですか？いろいろごちゃごちゃしちゃう。すみません、ごちゃごちゃしちゃうということですね、うんうん、分かりました。では最後に、中学校で一番思い出に残っていることや印象に残っていることを教えてください。はい、2年生の時のホワイトスクールです、うん、私はスキーの初心者でしたが、できるようになって達成感があり、とても嬉しかった。